ちょっとこの並べられると恥ずかしい本当にもうミカサのシーンって言われちゃうと、まあ、ミカサのシーンというよりも104期のシーンではあるんですけど、はい、やっぱりちょっとミカサのシーンはファイナルシーズンでは結構辛いことも多くて、うん、私もなんかこう思い出すのがちょっと涙の気持ちもあってこのシーン上げさせていただいて、いや、まあ、今顔をあからめるシーンの前でこうエレンの巨人を誰が引き継ぐかっていう話をしていて、はい、もうみんなが、うん、私が俺がって言い合うんですよね。いやもうそれって、まあ、例えば今自分が誰かモンスターとかにならなきゃいけないとかなった時に、うん、なりたくはないけどみんなが自分が手を挙げてくれるっていうのはエレンのためもあるし、誰かをそういう思いにさせちゃいけないっていう思いやりがあるからこそ、うん、発言しているわけで、この104期のずっと一緒に戦ってきたこう絆とか、なんかこう改めてこう辛い状況の中でここが回想されることによって、まあ、切なくもなるんですけどすごく尊いシーンだなと思いますし、もうこのシーンにこの時代に帰りたいって思いながら見ていたシーンですね。